収穫はあったんだろうな、トボ。おいよ。多分な。ほら、あのカメラ。あれにホストを殴る羽村が映ってれば、アリバイは成立。俺らの仕事は終わりだ。映ってなかったら？そんなの考えたくもないな。何が映ってんのかお楽しみか。やばいぞ、この構想がバレる。このカメラで喧嘩してたのがバレるぞ。お、映ってんね。必要なことは全て映っていました。これは事件当夜、殴った酩酊状態にあった被告人が通行人に暴行する様子です。ガチで急に殴ってんな。この直後、暴行された通行人は被告人がサウナへ入っていく姿を目撃しています。おお、東京地方裁判所第407号法廷。始発まで店を出たサウナ客はおらず。誰だ。つまり被告人は朝まで同店内に留まっていました。このことから弁護側は被告人のアリバイが成立したと考え、無罪を主張いたします。矢神を見るなよ。ところで検事にお伺いします。検察は起訴前にこの映像をご存じなかったんでしょうか。ないんですか。知らなかったんですか。検察でサウナ周辺の防犯映像を調べたところ、被告人の姿を確認できるものはなかったと、そのように聞いていました。では検事ご自身でサウナ周辺を確認しにも行かれなかった。ええ、私は確認していません。無能め。何にせよ、実際今弁護側が提示された映像はあまりに不鮮明です。不鮮明。被告人の姿を確認できたとの弁護側主張には同意できません。わかりました。では続いて弁護側証人を尋問いたします。お、せいやくんか。せいや。余計なこと言うなよ。ビビってんだ。羽村にビビってんだか。え？おい、ちょっと、ちょ待てよ。先ほどの映像の中で暴行を受けていた人物、あれはあなただということでしたね。間違いありませんか？はい、そうです。おお、よかったよかった。ではそのあなたを暴行した人物ですが、この法廷にいますね。怖い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 。証人、どうしました？僕の勘違いでした。何言ってんだよお前。殴られているのは間違いなく僕です。でも殴っているのか誰かは分かりません。おい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 、ひっくり返るじゃねえか。話が、すいません、一時休廷をお願いします。どうした急に。聖夜くん、何があった。聖夜、僕証言できません、ごめんなさい。だからなんでだよ。最初からそのつもりだったのか。全然そんなこと言ってなかったろ。怒んな怒んな。さっき電話がかかってきたんです。電話。僕には妹がいて。妹。その携帯から知らない男の声で電話が。そいつは凶霊界の村瀬だって。いや、名乗ったんかい。矢神さんにそう言えばわかると。ああ、なるほどね。報復か。村瀬が証言するなと言ってきたんだな。あいつ懲りねえ野郎だな。もし証言すれば妹の帰りがいつになるか保証できないって。分かった。おい、
どうすんだよ八神、警察に相談するか。海藤さんだ。海藤さん、八神だ。今から教令会の刑事アートに行く。証人の妹が人質に取られた。手貸してくれ。どうする気だ、裁判は始まってんだぞ。繋いでてくれ。自分の証人も守れねえで何が裁判だ。お、できるだけ時間引き延ばしてくれ。聖夜が証言できるように必ず俺が何とかする。巻き込んだのは俺だ。妹さんは絶対無事に返す。約束する。よし、行くぜ。でも聖夜一回も発言してるからさ。引き延ばせっていつまでだよ。頑張れ新谷。できんのかなそれって。大丈夫なのかな。一回証言したやつがさ、あの事実じゃなかったわけじゃん。教令会は KJ アートのに聖夜の妹をさらったはずだ。それって大丈夫なものなんかね。なんか一回嘘の発言したらその人の信憑性がなくなるみたいな話はないんだろうか。あのその辺あんまり知らないんですけど。というわけでまあ KJ アートでしょ。おう、海藤さんか。海藤だ。KJ アートに着いた。お前は？もう着いたよ。近くまで来てる。もうすぐだ。今見てるけどよ。うん。ビル中のブラインドが降りてる。中の様子がわからねえ。本当に人質はここなのか？背景的にはここにいるんだはずなんだけど。相手は関西の教令会だ。そういくつもこっちにアジトはないだろうし。それに。それに？隠したいものがあるからブラインドが降りてるんじゃないか。聖夜の妹がそこにいる可能性は高いよ。なるほどね。なるほど。そりゃ怪しいな。わかった。俺はこの間のとこで待ってる。KJアートを見下ろせる屋上だ。いいな。オッケー。出現すんのかな。さすがに出てこないか。よし、行こう。さあ、カイトさん。行くぜ。来たか。相変わらず中の様子は見えねえ。どうする？行くに決まってるだろ。まず強行突破はなし。敵の数がわからないし人質を盾に下げる。変装もさすがに警戒されてるだろうな。じゃあどっか侵入口見つけて忍び込む感じか。ああ、それしかないな。そうだろうと思ってよ。いい作戦を立てといたぜ。いい作戦？何？どんな？まず俺がビルの正面で騒ぐ。はあ。で、連中の目引いてる間にお前が入り込んで人質を連れ出す。作戦ってそれだけ？バッチリだろ。強行突破とあんま変わんねえんだけど。で、目を引くって何やんだ。それはそん時がクリアわかる。腹踊りだな。わかったよ。ただまあお互い体の張り時だ。よし、なるほど。行こう、頑張ろう。中で女の子が心細くしてんだろ。早く助けてやろうぜ。オッケー。俺は侵入口を探す。見つけたら合図。よし、行くか。さあ行け、カイトさん。何やってんの。企画外。いや、なんやじゃないのよ。村瀬のクソガキいるか。元松金組の怪盗だ。村瀬出さねえとこのビル燃やすぞ、こら。おお、上等や。そこおれよ、我逃げんなよ。いいね、怪盗さん。行け、タボ。今がチャンスだ。わかった。死ぬなよ、怪盗さん。殺しもダメだぞ。度胸しとるの。よう逃げんかったやないか。我も終わりや、クソガキ。なんだお前らは。村瀬を出せっつってんだよ。座り込んだ。雑魚じゃ話にならねえ。早く呼んでこい。な、蹴られるぞそんなことやってたら。あ、帰ってさ。いいね、偉いぞ。よし、行くか。あ、ピッキングか。さあ、ピッキングからです。はい。よし、 OK。 さあ
でも1階の受付の人大丈夫だったかな。ガラスの破片当たってないよな、大丈夫だよな。鍵がかかってるけど、このタイプならサムターン回し、サムターン回し。鍵1個しか持ってないのか、失敗できねえぞこれ。難しい。違うか、これで合ってんの。ああなるほどね、これが勝手に動くんだ。なるほどなるほど、勝手に動いてくれるわけね。それに沿っていけばいいと。これでよし。あ、壊れちゃった。はい、こんにちは。あ、受け付ける人大丈夫？あなた逃げなさい。あなた逃げた方がいいわよ。普通にこっちから上がれんのか、バカ。あ、いや運んでるだけか。あいたー。 お前は、お、またお前さんか。なあ、そんな。よし、よいしょ。いろんなもんがあるね。おい、よいしょ。うわー、このタイミングでまさかのヒートゲージがない。おいしょ、ヒートゲージくれ。おらー、ノンファーか。ノンファーいい使い方あんのかな。はいはいはい。おいや、くそ。おらよ、ほいほいほい。おいしょ、ごめんね。なんか雑な戦いしちゃった。うわー、本当だったらヒートアクションしたかったんだけどね。さらった子どこだ。知らん、俺は下っ端やから何も知らされてへんのや。はあ、なんだよ、使えねえな。使えねえな。アウチ。とりあえず上に行くしかないな。でもさらったのは下っ端たちなんじゃないのか。村瀬が直接やったわけじゃないだろ。さあ上、開いてんのかい。とりあえず1回ずつ探っていくしかないよね。ほっ、オッケー。こんにちは。危ないかな、大丈夫かな。パパ死なない。ここでしまいにしたる。いや、みんな持ってんのかい、なんか。おいしょ、演武でいくぜ。おいや、お、いいもの発見。いて、いや、お前のその刀欲しいな。おらいや、おいや、おい、おい、おい、痛い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 です。ガードがちゃんといけねえもんな。ほら、おいしょ、はい、あぶね、いいな。これも普通にやれちゃうな。痛い痛い痛い。ボビー蹴り、あ、そっちいけない。あー、普通に終わらせます。よし、この回を調べてみるか。え、この回調べるんだよね。どこだ、こっちの部屋か。またよし、オッケー。こんにちは。おい、こら。え、あ、そういうパターンですか。あ、くそ。あ、おい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 、お前も持つんかいで。終わりです。たく、いい加減にしろよ、いい加減にしろよ、マジで。で、あ、ここには特に何もないね。よし、じゃあ、お、いや、あんたは。クソが。いや、あんただよ。まだ元気があるんなら、
いろいろ喋ってもらおうか。日本刀振り回しやがって。村瀬どこ、さらった子どこだね。さらった子はどこだ。上や、応接室におる。応接室だな。素直で結構。扉の暗証番号は。応接室の扉の暗証番号は言うわけないやろが。おいしょ、金的アタック。状況を理解した方がいいぜ。こっちは時間がないんだ。もう一度だけ聞く。これが最後のチャンスだ。応接室の扉の暗証番号は1370や。1370だな。ありがとうよ。よし、敵の配置と。あれあ、ま、あ、え、これだよな。開いた。よし、オッケー。敵の数と配置は。よし、またか。よし、オッケー。よし、1370。他に部屋ってなかったっけ。なんかもらえねえかな。なんもないか。1370いくぜ。1370。これ違ったらマジボコしに行くからね。よかったよかった。妹。聖夜の妹だな。もう大丈夫だ。助けに来た。八神やろ、いつの間に。村瀬いねえな。その子解放しろ、今すぐにだ。解放？なんのこっちゃ。この通り縛ってるわけでもない。いつでも好きに帰れるやんか。いや無理だろ、何を言ってんだ。帰りましょうよ。ああ、なるほど。あんたらも仇の監禁はやばいと思ったわけか。まあ裁判の間だけしのげたらいいんだもんな。考えたね。けどそれじゃ言い訳にならない。は？縛って拘束する行為だけが監禁じゃないんだよ。もうちょっと勉強しな。そうだよ。やかましい。ちなみに逮捕監禁罪は3ヶ月以上7年以下。当然怪我までさせたらもっと長くなる。そん時は殺して薬で溶かしたるわ。やば。死体が出んかったらそれでしまいや。はい、脅迫罪。また一個罪重ねたね。クソだ。クソだ。このガキ口聞けんようにそれ。強烈かい組。とりあえず何かもらいますね。はい、はい、もらいます。ファイヤー、ファイヤー。おー、いいね。3人行きか。おらー、おらー、おら、どうだ。おらー、おいしょ、甘いです。おいしょ、おらー。よいしょ、当たんねんかい。一戦、ほいほい、お、終わりだ。よし、村瀬いないのか。なんでだ。行こう。お、村瀬そこにおれや。八神、無理です。村瀬さん、なあ、もういいだろう。これ以上騒いでも泣き見んのあんたらだけだ。羽村にアリバイがある。久米をやったのは別の人間だ。だから聖夜の証言止めんのにあんたらが体張る価値はない。なら久米は誰がやったんや。それはまだわからない。ただ羽村ならそれを知ってる。あいつは真犯人とグルだったはずだ。グル？何やと？なんで？そうだ、いくつかの事実が羽村の関与を示している。事件の夜、久米はアムールを出てからあんたに連絡するでもなく姿を消してる。その後は街中の防犯カメラにも映らず
目撃証言もない。おお、はいはい。俺が思うに、クメはアムールから解放されなかった。別のやつに引き渡されたってことか。ハムラから真犯人に引き渡されたんだよ。なるほどね。そしてハムラがサウナでアリバイを作ってる間、真犯人は別のどこかでクメを殺し、その目はえぐり出した。筋は通っとるな。ハムラが無所に入ったらどうやって今の話を確かめる。せやからハムラは泳がせろっちゅうわけか。証言止めるために女の子を脅すよりかはスマートだ。こんなもん大の大人が何人も集まってやる仕事か。そうだそうだ、トラウマになるぞマジで。わかったわ、いけや。今日は探偵さんの同居を褒めといたる。謝れお前は。どうも。こっから先は新谷弁護士の仕事だ。頑張れよ新谷さん。防犯映像の中で僕を殴っているのは、今この法廷にいる松金組の羽村さんです。思い出しました、間違いありません。では先ほどの発言は撤回されますね。はい、すみませんでした。おお。裁判長、この証人の発言には全く信憑性がありません。まあ言われるよな。弁護人いかがですか。証人に動揺があったことは認めます。ですが初めての法廷に対する緊張は誰にとっても十分理解できるはずです。今弁護側は証人の信憑性に疑いを持っておりません。どうだ？スターダストというカムロ町のお店、つまりホストクラブですね。証人はこちらに何年お勤めでしょうか。だいたい2年です。おお、結構やってんね。そのわずか2年の間にあなたは女性客との間にいくつかトラブルを抱えていますね。何それ。何、何の話。関係ないでしょ。あなたは複数名の女性客に結婚をちらつかせてはいませんでしたか。なんやって。それも多額の金品を貢がせた時にはすぐにでも結婚できるような素振りを見せる、調子のいいことを言って女性を喜ばせるが、具体的な話になるとさっきのように前言を翻す。そんなあなたへの訴え相談が把握しているだけで消費者センターに5件寄せられていました。はあ。そうやって巧みに人の心を誘導する証人の言葉に信憑性があるでしょうか。証人の裏付けだけであの映像の人物を被告人とするには不十分ではないでしょうか。それとこれは別じゃない。であるならばやはり被告人のアリバイは成立しません。以上です。聖夜のことはもう弁護人から女の子たちで何かありますか。断罪してあげてください。言葉の信憑性という点について一つ検事にお聞きしたいことがあります。はい。その前に先ほどの防犯映像を犯行時刻より数日後まで早送りしましょう。ほう。くしくもその日は検察が本件の起訴を決定した日でした。うん。あれ泉田じゃん。あ、シミュレーションね。今映ってるのはあなたですね。あ、ケンジ。こいつ。ええ。さっき防犯カメラ見てないっつってたよな。そして行っていたのは防犯映像に映っていた被告人と証人の行動の再現でしょ。違いますよ。え、いや。あれれ？だとするとおかしいですね。信憑性がないですね。検事は先ほどサウナ周辺の防犯カメラ映像は一切確認していないとおっしゃった。でも映像を確認せずに証人の行動の再現など不可能だったはずです。またご自身でもその周辺の確認には行っていないとおっしゃった。でも実際に行かれておられます。なぜそんな嘘をついたんですか。嘘なんかじゃ。嘘じゃないだと。事件当夜のこの映像は見ての通り必ずしも鮮明とは言えません。だからもしも検事が
ここに映る人物を被告人ではないと明確に否定したのなら話は分かります。でもあなたは否定するでもなく、わざわざ映像を確認していないと言った。おそらくあなたは映像に映る人物が本当に被告人だったかもしれないと思ってしまったのでは。ではでは、少なくともその可能性を否定しきることができなかった。だから嘘をついた。違います。あなたの言葉に信憑性はあるんですか。あなたの言葉に信憑性はあるでしょうか。あなたは先ほど堂々と嘘をついたんです。そして残念なことに、今この法廷で被告人の有罪を主張しているのはそんなあなたの言葉だけなんです。源氏さん、にやり被害者の久米が殺害された時刻、羽村は朝までサウナ御殿に入ってた。防犯カメラに映っていた映像と羽村本人の証言、聖夜の証言は矛盾なく並び立ち、アリバイが成立した以上、羽村は久米殺害犯ではありえない。主文、被告人羽村恭平は無罪。無罪。これから判決の理由を述べますので、被告人は座ってください。新谷が無罪を勝ち取った弁護士になった。羽村は確かに久米殺害の実行犯じゃない。ただしその協力者ではあったはずだ。ああ。俺は闇に消えた真犯人をモグラと名付けた。土の中で目の見えないモグラは被害者たちの目玉をその鋭い爪で奪う。そして今もカムロ町のどこかで息を潜めている。弁護士であれば被告人の無罪が証明されたこの時点で仕事は完了する。でも俺は弁護士に復帰したわけじゃない。事件が白黒つくまで追いかけるかは全部こっちの勝手だ。狭い町で商売するからには弱小探偵事務所にも面つってもんがある。つまり羽村やモグラにコケにされたまま終わる気はないってこと。探偵だからこそできることやね。こっから先のことは。このおじさん、八神さんですよね。声どうした声どうしたんだ。お元気そうだ。カムロ町の探偵業は順調ですか。あんたも傍聴に来てるのは分かってたよ。けど挨拶する義理はないんでね。私はジャーナリストとしてあなたの声を聞こうとしただけです。新聞記者か。何も個人的な恨みがあったわけじゃありません。フリーライター服部さんです。殺人鬼を野に放ったインチキ弁護士。俺がどう取材に答えようが、あんたの書く記事はいつも一緒だった。忘れないでください。あなたが野に放った殺人鬼に可愛い娘を焼き殺されたご遺族。彼らは今も苦しみ続けています。家族か。それなのにまさかまた法廷に戻ってくるつもりじゃないでしょうね、八神さん。お前の正義感はいらないんだけどな。誰もそんなことは言ってない。そうですか。それなら結構です。いや、こっからだね。はい、というわけで第1章モグラチャプター1完結でござる。次から第2章、こっからモグラを追うという話になっていきます。
皆さんよろしくお願いします。それでは、これからもよろしくね。というわけで、第2章でお会いしましょう。それでは、まったね。